<laughs> こんばんは。<laughs> お久しぶりではない。お久しぶりツイキャスは、えっと、メンシップではたまに。あ、お茶箱ありがとうございました。あとさん、こんばんは。他に読めてないとは。おらぬか。すいません、こんばんは。ハロー。 康介さん、お茶碗、ありがとうございます。こんばんは。ちょっと、え、むせ。おい。こんばんは。えー、寝そうだった。あれ少ししかしないんですけど、すいませんね。少しだけお付き合いください。お茶碗、どうも、ありがとうございます。今日はなんか、 あの、終わったらお礼しようかな。あれしようかな。ポチって。今日どうしよう。あ、今日美容室に行ってきたんですけど。<laughs> 自撮りを送信し、いや、ちょっと恥ずかしいな。いや、聞いてください。今日一日中ですね。お昼から夜までお出かけしていて、足がものすごく痛い。 猫ですあ、お茶箱ありがとうございます。ありがとう。日焼けした、日焼けは、日焼けは、ちゃんと日焼け止め売ってますね、最近。K さんお茶枠ありがとうございます。こんばんは。復活はしてない。私の復活は YouTube だと思ってるいるから。YouTube が、やっぱその時だと思ってるから。 全然今は、なんか復活でも、た、ただのね、まったり気まぐれですからね。すみさん、500もありがとうございます。<coughs> あ,あ <laughs> えっと。お茶枠ありがとうございます。えー、コメントで拾おうと思ったんですけど。 うん、うんとか相づちばっかりで <laughs>。どうしよっかな。やばい。インターネット全然してないから、トーク力がカイムになってるんだけど。アマンダ、テンキュー、ケイさんありがとう。えー、っと、電波悪くない。困ったな、ほんとやば、いやばとか言っていや。やトーク力落ちてるんだけど。 いや、え、ご飯食べました。今日パスタ食べてきました。なんか、あえっと、夜に美容室に行ってきて、で、その後にご飯食べてきた。パスタ食べてきました。はい。最近パスタにはまってます。はまってますっていうか、お店がパスタだった。あ、おゆかさんありがとう、こんばんは、こんばんは。 いや、すごい美味しかった。木を食べた。おいしい。なん、なんていうとこだっけな。言ったらバレちゃうか。井上さんもありがとう。お茶学、ありがとうございます。ウいおホヨーイン。トごゴさん、こんばんは。えっ、ー、と、ココアさんもありがとうございます。いいね。スパイファミリーどうだったよ。あ、スパイファミリーみんなが勧めてくれたから見ましたよ。 すごい面白い。ねって友達とこの間も話してました <laughs>。なんかスパイ、スパイファミリーの話を最近よくするの。ここの朝ありがとう。生ハムメロンさんありがとう。なんで生ハムってなメロン食べるんだろうね。しょうさんありがとう。そルタさんえ久しぶり久しぶりん何アーニャー、ね、あーにゃかわいいよね。あーにゃあーにゃ あーにゃうん。スイカと塩。え、いや、スイカに塩は美味しいじゃん。スイカと塩は美味しいけど、生ハムにメロンはちょっと意味わかんない。私。声好きすぎる。え、あーにゃの声ファドラさんありがとう、茶縛。あーにゃあーにゃーあーにゃあ、お、父 <laughs> 父ヒロラさん、お茶縛ありがとうございます。こんにちは。父 <laughs> うんアーニャかわいいね私は黄昏がれさんがめちゃくちゃかっこいいんですけど <laughs> いやなんか結構さあの女の子たちアーニャとかヨルさんがかわいいってすごいわかるんだよねスライダさんこんばんお茶ばかありがとうおかえいやまだ帰ってきてねうん、えー、さんお茶ばかありがとうございますありがとういや父かっこいい父 夜さん変わってくれって言ったら、でも殺されそう。夜さんその場を変わってくださいって。お願いします。ハーゼさんありがとう。お茶枠ありがとう。キータツキさんもありがとう。優しいしね。黄昏さん。やっぱね。しかもね。えねパパさんこんばんは。父嘘つき。あ、嘘つき嫌いだからダメだわ。<laughs> 嘘つき、あの、ジンマシン出ちゃうから私ダメだ。キョラさんお茶バありがとうございます。あ、ダメだったわ。ええー。父ダメだったな。あ、ダメだったわ。あ、ていうか、かわいそう、黄昏さん。全然、ゆるさんという人がいながら、わけのわからないメンヘラに振られるという。あべみやさんありがとう、こんにちは。こんにちは。 ええー、エンダーさんありがとう、お茶箱ありがとう。ダメだったわ。人間死んでてアレルギー反応起こしてアナ,アナフィラーキシーショックで死んじゃうわ。<laughs> アナフィラーキシーで、多ぶぶったれちゃうわ。うん。よいしょ。だかさ、今、猫、猫バグくれた人いなかった猫バグ、どこ ?300 とか。マイキーがどこだどこ行った猫バグありがとうね。うん。 どんだけいや、トラウマが。<laughs> とんでもねえトラウマが。同期してきた同期。やべえ。ふうアマンダさん、ありがとう。チャーハありがとうございます。ありがとう。ワクチン <laughs> ワクチン, <laughs> クチン嘘つき、嘘つきワクチン <laughs> そんなもんあるのやだよ。やだよ。さあさあさん、ありがとう。こんばんは。あえて、うれそうやって言ってくれるのが嬉しいな。 嫌だよ。動機でドキドキつまんな。<laughs> あ、ごめん。<laughs> そう。風邪ひかない、みんなもひかないように暑かったり寒かったりするんで。こんばんは、腰が痛いさんこんばんは。こんばんは。え、爆笑とか笑いってもしかして今のコメントで笑ってんの <laughs> 病気がドで、いや、この間さ、なんか、久しぶりに友達と、なんか、なんだっけ、お話ししたんですよ。あ、えっ、ー、と、久しぶりに話したんじゃん、あ、えっと、なんて言ったらいいな。久しぶりに、あ、よう久しぶりみたいな感じの人物がいて。てんてんさん、ここありがとうこんこ。お、お帰り、え、帰ってきてない。私の帰宅は YouTube だからね。うん。お茶箱ありがとう。みんなありがとうね。 え、そうそう。え、なんだっけで、喋っててあ、そう、久しぶりって話してて、2年、3年ぶりみたいな話をしてたんだけど、そうしたら、なんかめちゃくちゃギャグ言ってきて、え、なんて言ってたっけな寿司、寿司、もうな、え、なんて言ったらいいんだろう。えっと、もう布団が布っんだみたいな。いや、もうほんとはその、もう、3連発とかしてきて、 はるさめさんありがとう。500もありがとうございます。いい、500ありがとうね。よくもごま、いや、テンション高い、かわいい。いや、ほん、重い、めっちゃ重い。いや、私なんかその時、なんか突っ込め、なんか、えって思って困っちゃって、ごめん、私あ、あの、突っ込みできないんだってなんか言ったら謎の空気にな,なっちゃった。<laughs> え、ズナさん、こんにちは。お茶枠ありがとう。みけちゃんに会えてすごく嬉しいあ。ありがとう、ブルーさんも。お茶枠ありがとうございます。<laughs> その時だけおつい。あれはピアノさんお茶枠ありがとう。お、ありがとうね、ピアノさん。お休みの間何してたえー、お休みの間何してたんだろう え、何した私。俺も秋葉、秋葉散歩してきたぜ。秋葉原行ってきたの近かったかも。<laughs> 今日、私といた場所すごい近かったかもね。秋葉原から、秋葉原から、車で10分ぐらいとこにいた。エルさん、こんにちは。ありほんの気持ちで100万ありがとうございます。 それで私は生きていけるのだ、生活が。<laughs> ありがとう。みんなに生かされて。<laughs> ー<ん>マーシャルさんありがとう。坂にアイトさんじゃない。ごめん。テタさんありがとう。ずっと大好きよ。大好きでいてくれ。<laughs> 秋は行きたい。<laughs> 秋はか。あんま行ってないんだ、最近。 生きてる。生きてる。生きてるよ。うん。働け。いや、もう、うつ病って診断されちゃってるから。あのね、時間が守れないんですよね。うん。そう。あと、忘れちまうんですよ、時間。いや、悪気がないんですよ。あ、お茶箱ありがとうございます。えっと、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 っと。くまさんもありがとう。気に入る髪型になったか。いや、カラーだけしてきました。 リーシーさんもありがとうああ猫箱ありがとううんうん誰ださくらさんありがとねいつもねまあ時間圧をかかう信頼にもかかわるしねちょっとな,なくしちゃうからねうん信頼関係をまあ今はそうですね結構休んではいるけど えっと、バームクーヘンめ、ね、うまいさんありがとう。美味しいよね、バームクーヘンね。でお休みたくてもね、なんかストレスがすごくて、ね、なんかこう、イカさんありがとうございます。500もありがとうございます。メモ帳とアラーム、あー、それ病院の先生に言われたわ。鍵とか携帯とか、とりあえず首から下げときませんかって言われた。<laughs> えつって、なんや、首からそんなみたいな。 お久しぶりです。みなずきさん、こんにちは。<laughs> あと、薬を処方されたんですけど、その薬があ、心臓にあんまり良くなくて、私ちょっと心臓に疾患があるので、あの、確認してから飲もうと思って、一週間が経ちました <laughs>。はずさん、え、500もお茶箱ありがとう。ラブホエバーミート e r me too 最近暑いの暑いよね。今日、昨日とか暗、あ、昨日たとえ、い、のか暗く出して外で倒れそうになった。加工外せ。あの、世界中のみんな加工してるんで、あの、全員に私にロックオンじゃなくてみんなに言ってきてくださいね、暇人が。リアさん、リカとこんばんは、こんばんは。こんばんは。大丈夫いやー、結構しんどかったな、あれは。 く、くらーってきた。鈴木さんありがとうございます。くらくらやばい。いや、加工のさ、引用についてマジでさ、キモいんだけど。<laughs> いや、ほんとに、なんかね、ねみんな加工してるのに、私だけ言うの。てか、私ね、最新のやつね、全然加工してないんだよね。本を外してるんですよ。加工してると、壁とかが歪むんだけど、 ま、そこの壁らへんを見てもらえるとわかるんですけど、はい。全然加工してません。動画。あ、でね、あの動画を載せたのは実は、なんか普通の写真だと、また加工加工うるせえから、う、なんか動画にしたんですよ。<laughs> うるせえから動画にしたのにさ、<laughs> 動画にしてもうるせえのダバれやって思ってやる。バグさんもちょうくありがとう。<laughs> ゆうすけさんもありがとう。うん。 さすがに私、私、この心のひら、私でもね、もうあ、寝たまま起きなくていいよって思ったよ。さすがにもう、あの、寝とけって思ったよ。うん。いや、ちょっとさすがにキモすぎんよ、ここまで粘着してるの。えさすがにキモいよ。大体誰かわかってるけどね <laughs>。 <laughs> 早く忘れてくれない <laughs> 私の存在のことをうん迷惑だから同じ人だねなんか1個面白かったからえっととりあえずあのなんだっけえっとサブアカみたいなの引用から全引用ってなんか便利だなって思ってで引用めちゃくちゃ便利だなって何がかっていうとすぐブロックできるから 全部読まなくても、最初の3文字でわかるんですよ <laughs>。最初の3文字でわかるから、その3文字ブロックして、そうするとまたサブアカで同じようなこと来てブロックして、で、またブロックして、ブロックして、わわ、すげえ、粘着力、と思って見てる <laughs>。見てる <laughs> うわ、すげえや、と思って <laughs>。 なんか、なんかに生かせようと思う。いや、生かさなくていいや。他に迷惑かかっちゃう。あ、<laughs> ジョーありがとう。猫バクだ。嬉しい。猫バクじゃん。ひじりさんもありがとう。ここはさん、んありがとう。暇なんでしょう、うん。<laughs> ここの朝までパスタパス今パスタの話いました。ラグかな 上がってるねさんさどうもこんばんは人を下げるぐらいな自分をがまあ、そういうことできないからやってるんですようんうんまあねサブアカ使ってもさすがにしつこいよねでどうするんだろうね私からのさなんか連絡が私は行かないけどなんか行ったらどう泡吹いて倒れるのかな謝罪してくるのかな え <laughs>、ど、どうするんだろうね。YJD さんこんばんは。パントムさんこんばんはありがとうございます。ちなみに法廷で私とは会えないですよ。会えるのは私の弁護士とですよ。<laughs> 私と会えると思ってるのか知らんけど、私は何もしないよ。報告だけするだけだよ。ガチで。三上さんありがとうございます。 知ら,知らないよ、私。会わない、外出ないよ。うん。いや、あと最近考えてるのが、えー、っと、もともとね、こう、知ってる人とかで、まあ、信頼できる人に、アカウントに入ってもらって、えー、ブロックとかミュートしてもらおうと思ってます。 私も見なくて済むのでうんあ、そうですそうですあのちゃんと契約書を結んでね <laughs> お,お紙にちゃんと書いてねこ,これはしちゃいけませんあれはしちゃいけませんっていうのをしてえっ、ー、とその一緒に入ってもらってあのブロックとかミュートとかしてもらおうかなと思ってます いや、ほんと迷惑だ、これ。そう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 。あれ、なになになにごまちゃん、お誕生日おめでとうございます。あ、まだお会に、天気を。え、海外なのにツイキャス見てくれてのありがとう。大変だったでしょ。<laughs> 鈴木さん、こんばんは、こんばんは。ありがとうね、お茶箱こんなに。海外勢ってツイキャス全然見れないって聞いたけど。ひミリーさん、ありがとう。 Thank you えー、双間もますりすり大好きありがとう。ロアさんありがとうございます。お茶枠こんなに。皆ミさんもありがとう。え、見れるのほんと。ほんとだ。真っ白いさんありがとうございます。あれでしょ、私たちがビリビリとか見るような感じじゃないの結構大変だよ。 あ、わわいにー、あ、英語の本買ってきました。待って待って、英語の本買ってきたの。今全然ここに海外勢いないと思うんですけど。えー、っとね。めっちゃ買ってきた。<laughs> すごい買ってきた。<laughs> あ、お茶まくありがとう。 なんかね、面白い英語の勉強の本とかもあって。お !I want to protect this smile. どう伝わる <laughs> 伝わる ?I want to protect this smile o v e r s e a people. おちょっとありがとう。あ <laughs>、まだ、Thank you!Thank you!We 伝わってる わ <laughs> え、これはすごいアンダースタンドグッドプロ,プログラスそう、ミートゥウィハイアフロムオファスィ <laughs> ティへえ、テンキューテンキューベリーマッチミトゥテンキューテンキュ中学生、ね、えなんでそんなこと言うのなんで中学生とか言うの ひどいよ。もう、中学生じゃないか。ちょ、本かっていうか。お、お、the best of the best! どうこれすぐ覚えやすい。お、え、お、え、え、オーバーシーピーポーは、え、アンド、ミケネコイスナー。the best of the best! どうよどうよ My heart skipped a bit. キュンですって意味らしいこれ。いや、なんか最近の、このしゃ英語みたいな。<laughs> キュンですって書いてある。翻訳で。キュンです。あ、お茶もっかありがとう。え、ミッサさんいやだいおあり大好きだよ。見て。どう 結構ね。ミケネコリスナー。You want regulate it. 読み方合ってんのかなこれ <laughs>。読み方合ってんのかなど,どうなんだ英語の発音がとてもいいよーと。初めて言われたんだけど。え、この間さ、父、父と電話してたんだけどさ。 久しぶりに父に電話したの。よ、5日くらい前かな。そう、あー、アマンダ、Thank you. そう、父に連絡したら、ノープログラムって言った。だノープログラムだよ、したら、ノープロブ、もう一回また違うんだよ。ノープログラムとか <laughs> いや、みんな、 あの、父あの、父実は、あの、そんなことを言っておきながら、めちゃくちゃいい、頭がな、の、頭のいい大学に行ってます。で、父の、弟の、子供が、普通にあの、あの、とあ、あの、めちゃくちゃ頭がいい。あの、父系列は、マジで、頭が良すぎてやばいんですよ。そう。<laughs> でも、英語はダメらしいです <laughs>。いやー。でも頭、あなんで頭いいのに、ね、なんかこう、いろいろね、道はあったのに、どうして警察官になったのって聞いたら、家族のためって言ってた。家族、母と結婚する前から警察官だったのに。水さん、お邪魔感ありがとう。500万ありがとうございます。 ありがとう、ありがとうね。いや父嘘つきよな <laughs>。父嘘そう。家族のためって言ってた <laughs>。え、普通に家族のためって言ってた。なんかあの、あの自殺しちゃった人とか、なんか立ち会ったり、あの、電車とか立ち会ったり、 し、なん、なんとか解剖とか立ち会ったりしてたのも、家族のためだと思ってたらしいです。そこはほんとかっこいい。大好きです。はい。あ、そう、司法解剖。やばいよね。私だったらそっと押しちゃうんだけど、あーっつって。あーもうばい。もう泡吹いて倒れる。うん。<laughs> お茶ばかりありがとう。いくらさんありがとう。いくら美味しそう。北海道行きたい。北海道に住みたいみんな。 みんなで一緒に北海道に住まないかい <laughs> みけ三毛猫、三毛猫、マンション作って。<laughs> そうすれば、あれ、みんな孤独死とかしないかも。ね、孤独死とかしないかも。北海道にマンション作ろう <laughs> 北海道、空気良くてさ、イクラも美味しいじゃん。イクラとかさ。 ああこれやばい。海,海鮮あんま好きじゃなくて、イクラとサーモンしか食べれねえや。あと2年待たれよう。なんだ。未成年か。しょうが年末か。おやすみさん、500万ありがとうございます。嬉しい。Me too。こんなにありがとう、猫パク。<coughs> 最近、喘息がひどいんす。呼吸、呼吸器がぜいぜい言うんす。よいしょ。寒いの得意。大好き、寒いの。もう、寒いの大好き。もう、ほんまに好き。北海道に移住したい、私は。え、エクシーグーさん。なんてもんだっけ、君。 なんか前出てねこう呼んでくれ、みたいな。おゆかちゃんもありがとう。It's hard to, なんでこの人る違うのエリック、Thank you.Hi, thank you. なんで緑 ?Green.Chat. スキー,ー得意だから一緒にしよう。わらわら。多分ね、君がスキーして楽しんでるじゃん。ふえーっつって。 うえ、マジ好き、楽しい、って言って、う <laughs> わ右めちこうついてきてるやつ、ひっくり返ってるよ。うん、もう喋らないよ、私。意識ない、その時。あ、午後さんさん、ありがとう。えっと、他にもいたなちょっと待って。みんなどこ行ってたあ、痛いた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 。いりおさんも、けいさんありがとう。いよちゃん、あわかん、ありがとう。 え、なんでかって言うと、疲れて、疲れてもう、スタミナ切れだよ。ちゃくら切れ。そう。無理ってって、バンってもう倒れてるから。あ、もう、あ、無理ランカー、ハリュグレンダー、テンキュー、ミキネコにマッサンチューク。え、ほんとマッサンチュ欲しい <laughs> 欲しいありがとうありがとうでもまだもらってないけど、ありがとう最近ね、なんかね、あのー、もうね、税金なの、あれだからね、あのー、最近思ってるよ。うん。ほんとに、なんかね、あれ、あれ、サブ、サブアカとかにね、甘着をあげますとは書いてあるんだよ。ほんとにくれるのかなって思って見てる。でも、 その後何もないから見てるだけ <laughs> もうちゃんとおちょくってくる。おちょぼくありがとうございます。いくらさんありがとう。アマンダも天気。いや他にもめちゃかも。ほんまやもうもう全部、全部みんなこれにこれがかかってる。これにこれがかかってる。<laughs> これにこれがかかんないったら <laughs>。バーンされそうだから言わない。バ、う、ン、ん、バ,バーンされる、うん。大人の事情を話すな。 皆さんもお茶漠ありがとうございます。ありがとう。ありがとう、お茶漠くなりありがとう。大人の事情。そうですね。大人の事情が。なんでば、大人の世界厳しそう。ほんまに。税金を助けてくれない。他にもかかっとう。他にもかかっとうのよ。 他にも関わっとんの。1,2,3,4,5、うん。やっぱりいつ聞いても声が <laughs> ちょっと元気になってきたかな声、声が。はじめよりが。中身は元気じゃねえけど。あ、お茶箱ありがとう。かんのさんどうもありがとうございます。えっと。他には読めてない人いそう。せつこさんありがとうございます。 これ、なんと、ありがとうございます。えっと、なん、あ、言ったか、ありがとうございます。あ、中澤さんあ、違ったかなありがうす。ませんね、皆さん。申し訳。え、猫バクありがとう、ココアさん。猫バ猫バク今日追いついたわ、さっき。布宮さん、ありがとう。ケロちゃんだ。これからかな、お仕事は。おやきさん、どうも。晩ご飯大、どうぞ。 ね、これ。お誘いもしかして一緒に食べようぜっていう。<laughs> 一緒に飯食わねっていうお誘いですかアマン Thank you, thank you. 何、何食べますか何、何が食べたいですか匿名さんありがとうございます。私もパスタ食べてきちゃったんだけどな。ケーキなら入りそう。お腹に。 柴犬さんこんばんは。みんなだったなんて私のことお誘いするご飯 <laughs> なんか気になった。なんてお誘いするのご飯行こう。藤井行きませんかカレー食べ行こう。こんねこ、マック行かないマック。餌屋で。<laughs> 好きかも。え、それ好きかもしんない。餌屋で なんか面白くて好き。ご飯食べに行こうよ。な、それもいいね。かわいい。逃がさねえよ。笑,笑っちゃう <laughs> 普通に笑っちゃう。えー、ど、どうやって逃がさないのって聞く。う <laughs> てえさん、お茶なんありがとう。あ、うん。あや a n k you. 無理しないよ。ねどうやって逃がさないの私のこと。 俺の隣に終身刑。<laughs> パンとも、天気きょ、あきら、てんお茶、バク、ティー、ボーン、てんきゅう。お <laughs> い。アマンんきゅう。え、それ、それ、面白いな。俺の隣で、終身刑出せ。いや、言わ、言われてみたいかもしれない。俺の隣に、終身刑出せ。 お前はお前って言うと嫌いだ。えっと、しゅウさんありがとうございます。ありがとう。<coughs> ターパーズセン、ターパーズ、テンキューキタさんもテンキューテンキュー、テンキューキッズ。<laughs> <きつ> <laughs> こう。 でもあ,れあれだな、でも私結構ね、嫌いなとこ嫌いなの多いからね、みんなね、びっくりしちゃうかもしんない <laughs>、うん、嫌いな、いや、もうなんかね、部分とかがね、多いデブさんありがとう、振動が減りまもうね、ほんまにね、ようくんもありがとうありがとうございますわぁ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 、ゆきまささんありがとう 300も、こんばんは。えーと、は、人の好き嫌い激しい、激しくない。好きか興味ないかどっちか。sium a, thank you. 嫌いな部分。仕草は別に気にしないかな。 すぐ気にしないな。海鮮嫌い、嫌いっていうかアレルギーが出てしまうから食べれないんですよ。そう。あの、お魚とか大好きなんだけど、アレルギー体質で食べれないんですよ。生物火を通せば吐き気ぐらいで収まります。はい。あと、かゆみとかジンマシンとかで。まあ大丈夫ですね。 お母さん、あ、お茶箱ありがとう。読めてないとごめんね。ありがとうございます。おるかさん、何度もありがとう。あ、ね、猫箱ありがとうよ。リズさんだ。どうも、リズさん。そう、バケモンなんですよ。アレルギーのバケモンなんですよ、うん。この間さ、自分がさ、お魚結構アレルギーっての忘れてて、白身魚の、 あの、あんかけを作ったんですよ。まず、バターで、ムニエルみたいにしてから、あんかけを作って。あ、やばいみんな、最近私の料理の腕超上がってるよ。<laughs> 料理の腕上がりまくりすぎてやばいよ。そう。で、アレルギー出てしまって <laughs>、そうなんですよ。 私はね、アレルギー反応が半端なくてですね。やばいっす。ほんまにやばいっす。お茶碗持って持参していくわ。いや、お,お茶碗はもういいかな。<laughs> うん。 うち、うちにあるから、アレルギュア、いや、なんか、ちょっと一瞬。えじゃバカありがとう。柴犬さんありがとう。い私ほら、好き嫌いうるさいから、アレルを、なんか、あのー、ちゃんと机の上で、あの、正座して食べなきゃ嫌だ。机の上で正座して。<笑><笑>さいありがとう、メガネさん。500万ありがとう。 <laughs> いやー、ちゃんと、ちゃんと机に向かってね、あの、正座して、正座して食べなきゃ嫌だし、肘とかついつく人も嫌いだし、あ、嫌いっていうかちょっと、肘、ああ、別に嫌いじゃないかも。ごめん、今マイキーで想像してみたけど、マイキーが肘ついたら許しちゃうなって思った。うん。あ、ごめん、肘許しちゃうわ。 あ全然、だって人に迷惑かけてないしね。<laughs> ねでもなんかベッドの上とか、ソファーの上とか、なんかこう、テーブルの上外で食べる人が本当に私嫌いで許せないんだよね。なぜかというと、うちがそうやって育って、で、ダニとか湧くじゃん。食べ、カスとかが落ちてさ、わかるごめん <laughs> かわいい。<laughs> ダニとかがわ、湧くって言われたから、本当にダニ湧くと思うんだよ。そう。きた、汚いというか、ふえ、ふ、ふ、ふえ、ふええせいえ。なんで <laughs> ふ、衛、えー、生面が良くないです。じゃあ僕ありがとう。あ、ふええせえ、ふえいせいそう、ふえいせえ言葉に自信なくなってった。ふえせえ、ふえいせえ、ふえいせ,いふえいせいです。 うんです。ダメです。ベッドに机、ああ、それはしょうが、それはしょうがないです。それ、それはね、だって動けない人とかは、もうむしろ、ダメだから、もうおとなしくベッドの上で食べてなきゃダメだから、それは。しかもちゃんと机あるしね。そう、机もあるし。落ちない。食べ貸すなんて落ちない。うん。ご飯残すの NG。 私が残すからな <laughs>。逆に、ちゃんと綺麗に食べる人は、偉いなって思います。チカラレさん、ありがとう。大大、ありがとう。<laughs> ありがとう。いや、なんか、あと、いっぱい食べる人とか、好きかも。なんか、いっぱいね、こう、いっぱい食べる人、もご飯4合とか <laughs>、ご飯4合とか、5合とか食べちゃう。 これもさ、ありがとう。こんばんは、こんばんは。食いすぎか。多いの私0.5号しか食べれないから分かんない。うちのお兄ちゃんがさ、餃子2皿、細いのにさ、2皿とか食べてたからさ、4号相当、3、3合いけるの <laughs> す,ご<い笑>すごい。すごい。 え、に、一号半とかでも全然すごいと思うけど。一合…あ、そっか、おと、ごめん、男の子のさ、どれくらい食べるとかわかんないからさ。0.5が、うん、私は0.5が限界だね。一合半。一合の半分。二合いけるの。じゃあ一合は食べれるんだ。すごいな。一点、食べ、すごいな。え、いや。 普通になんかこう、じ、ジローとかのラーメン食べてたら好きだよ <laughs>。ジローのラーメンを一杯丸々食べたら、わーって。ランタさんありがとう。ウィケニアの隣に一見執着させてください。<laughs> 優しい。2.5すごいなやっぱね。健康的な人、素敵だなって思いますね。すごく。コアさんもありがとう。 <laughs> うん。こう、健康的な、なんか、私も頑張ろうって思う、と思う、多分。ちょろか、<laughs> ちょろかった <laughs> ちょろいのかないや、ちょろいと思う、私。うん。よいしょ。ケさんありがとう。母さんお茶おくありがとう。あは、いや、お茶、猫膜ありがとう。誰だ 猫バッグをくれた人は、オーガさんだ。うん、なんかこう、なんかいいよね。もうでも嫌いな、嫌いなところってどこだろう。人の、人間の嫌いなところ、もうさしょ、最初に述べたからな。うん、それ以外が、重い。人を傷つける言葉とか言う人嫌だかも。なんか。 なんかねスペークトおルさんありがとうナナさんもありがとう人を傷つける言葉とか言うかもね自分の悪いところを相手に押し付けたいとかも言うかもしれないねケイさんありがとうユクンさんありがとうございます久々にリアタイできたこんばんはこんばんは どんなだろうそれって。あんまり想像がつかない。小雪さんありがとう。イケ,イケちゃん好き。<laughs> ありがとう <laughs> ああ。サムネ可愛いね。<laughs> ほんわかした空気で。あ,あ、めっちゃ、あ、それすごくいいね。なんか私、結構、ちょっとふざけた人が好きかもしれない。うん。そ、そういう、 ふざけよう。アマンダ、テンキュー、テンキュー。俺俺 <laughs> <レ>人を褒めといて、なん、してる人嫌い。人を褒めといて、なんて読むのあなんかあんま良くないことか。ムードメーカーは実は苦手なんですよね。うん、ユーんありがとうございます。500もありがとう。 それが読め、ムード目。なんか2パターンある。なんかさ、ドラマとかでさ、あ、この間ね、女の子嫌いっていう映画見たの。動画見たんですよ、女の子嫌いっていう。それに出てくる男どもが全員ゴミクソ野郎で。<laughs> えみんなゴミ野郎で。いやでもね、普通にね、なんか私、世界って <laughs>、いや普通になんか、 えって思って、ああ、うんうん、って見てたんだけど、トースさんありがとうございます。え、でも不思議だよね。なんかリスナーさんにはそういそう、リスナーさんに当てはめられないんだよ、ね、リスナーさんはなんかみんな、すごくいい人そうっていうイメージがあっちゃって。なんかね、でもね、女の子の世界ではね、あれが、ああ、れなんですよ。そう。あれなん、あれって言ってもわかんないんだけど、まあ、その中に、 すげえ陰気が出てくるの。<laughs> なんかもう。で、主人公の子に言われるんですよ。もしかして、なんとかさん、人と目合わせられないんですかって言って、なんか目合わ,合わせないの。え、えとか、別にとか言ってるんだけど。え、なんかそ,そういう、なんかね、黒髪でね、前髪黒髪で隠しててね、 セットしたらセンター分けになりそうでね。陰キャで、陰キャそうでね。笑うときは笑ってね。なんかね、そ、すごいよ、良いよ。良かった。マイキー。ーマイキー。闇落ちマイ、マイキー。コメラなぜかえ、なんでダメージ受けてんのあ、あ、あ、上、上痩せらないの同じ。 同じだけど、目合わせてほしい <laughs>。目合わせてほしいけど、目合わせてほしいなぁ <laughs> <laughs>。え、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 目合わせてよって言ったら目合わせてくれますかケイさんありがとう。僕かな <laughs> かわいい <laughs>。と言って目合わせられてと私が、 多分、目を、あの、そらすね <laughs> あー。ああ、そんなこと言えないわ、まず。男と対面したとして。いや、自分から何かを発することはできないの。うん。目合わせられませんかとかも言えないよ、そんな失礼なこと。<laughs> そんな失礼なこと言え、言えないよ、絶対に。 うん。うん。うん。今、天井見てた。僕、男なのに、男性の目が苦手で目合わせられない。え、待って、わかるあれじゃない私が同性で、女の子と目合うとき、ドキドキしちゃって目合わせられないってやつじゃない イさんありがとうじ茶ばかありがとうございますえあれじゃないそうでしょいやおなね同じあわかるすごいあの女の子と話すときなんかド,ドキドキしちゃって目がね合わせられないあまりにもなんかねこう 目がキラキラ。いや、今日聞いてよ。<laughs> 聞いてよ、今日さ。ちょっと待って、何も。今日、外出してきたんですよ。いや、外出してきて、あの、に、3軒目、ね、あ、3軒目のお店で、あの、 結構みんな並んでたの並んでて店員さんが来たんですよ女の子の。タタタタタでこちらのアプリに登録してもらえると何パーセント割ですみたいな。あっはいありがとうございますって言って10秒ぐらい目合わせたんだけど目がキラキラしすぎててあの。 2.5秒ぐらいで目をそらした。<laughs> で、横に君たちがいたとして、君たちが女の子の目を見てたら私は鼻吹くします。<laughs> で今の子の目見てたでしょね、ね,んねんな、な、私は2.5秒しかさ、見てられなかったのにさ、なんでさ、さ、64秒も見てたの なんで64秒、64秒見てたでしょうって君たちが店員さんの目を見てるとき、私は、その横顔を見てるからね、こうやって。六を6は、1、2、数えてみてさい。2, 3、4、5、つって。<laughs> 6、7、ちつって。途中こう、やりたかもた。10、とかね。11。<laughs> 言って、ゆうちゃん たぶん立つよね。13、14、15。好 <laughs> き声出したら。その時はゼリガイ。お愛叫ぶのか。それなら許す。それならいいよ。ああ、うん、愛なぎ。忘れたーって <laughs> あ。何もなかった。 申し訳ございませんでしたせめて5秒は許さないんだけどな <laughs> んで許されると思ったの ?5 秒 !5 秒。5秒ね。5秒ね。うん、2秒うん。桜さんありがとう。かわいいのこれ。かわいいの。 おじひよ、なんでそんなおじひよおじひよって言うのえ、待って、本当によくわかんないんだけど。なんで、お願いっていう。あ、うん。まあ、人間の本、本能かな。まあ、私が男だったとして水着を着ている女の子を見てしまうような現象と同じなんだろうね。アマンダ、ん、ま、だ天気 <laughs> あなん、ま、だが、情けのようにありがとうございま ありがとう。親に人の目を見て話しなさいとごめんなさい。私が悪かったです。それはあなたの両親が正しい。いや、それはそうだ。確かに。<laughs> それは君のご家族が正しいわ。私がちょっと非常識だったら、そうだね。ちょっと私の感情だけでね。ちょっとう、うんたらかんたらいうのはちょっと間違ってるわ。ケンさんありがとう。じゃあ、けネヘギさんしか言ってません。いや、へえへへへ <laughs> い,や<ー笑>いや、別になんだろう。なんかめんどくさいとか言う。店員さんがかわいそうとか言うけど。 全然、あ、あ、恋ありがとうね。ごはんありがとう。いや、恨われるよ。あ、別に <laughs>。別に。別に。ねだってみんなお仕事とかでね、女の人とね、話す、目合わせたりするでしょ。う、ね、え、おいや。あいいよ。それいいよりは、もういい向こうも仕事だから。てタさ、んありがとう。お嬢さん、ありがとう。<laughs> はてなはてなはてな。ビジネスを許してあ。ちょっとかっこいいね。うん。野宮さんありがとう、じゃわく。<laughs> かわいいのかはて。<laughs> ああ、映った。<laughs> あーありがとう。サミくんもありがとう。男しかおらん職場や、あせ友達が言ってたな。リアトマの、リアトマの彼氏さんが、あ、なんかね、必要だったっけな結構前に、あ、ウテイさんありがとう。結構前に、友達が、なんか、彼氏が、 帰宅遅いんだよねとか言ってて。えちょって言ったの。浮気してんじゃないのってね。<laughs> 浮気じゃねって言ったら、なんか、絶対しないよとか言ってて。そうん。絶対しないよ絶対しないもんとか言って。なんでそんな信用できるのって聞いたんですよ。<laughs> なんでそんな信用できるのって聞いたら。え職場が男の人しかいないからってすーって言って。 本当にって言って。ええ何で出会ったんだっけって言ったら。あ友達、あの、マッチングアプリで出会った。<laughs> 出会ったんですよ、友達。うん。アプリはって聞いたらあ、口聞いてくれなくなった。えっと。日比でいいお茶バックありがとう。あ、アーカイブ長い、ないですよ。残んなよ。普段用のはない。名詞部は残るけど。うん。 えっと、30分ぐらいは口聞いてくれなくなった。ジャックさん、お邪魔くんありがとう。そりゃ、いや、なんか私はね、なんか怪しいなと思っていたんだよ。結局浮気してたよ、その人。な、な、泣きついてきた。みきちゃん、聞いてーって電話かかってきて、どうしたんのって電話出たら。ねえ、聞いてよーって。そう。だから言ったじゃん。 <laughs> だから言ったよ。するんだよ。アプリやめなよ。アプリやめな,いよ, <laughs> やめないよって。うん、普通に出会えないよって。メガネさんありがとうございます。ありがとう。<laughs> うん、普通、普通に出会いなさいよって。にはどっからが浮気浮気 言えないこととかじゃないあと、嘘ついたら浮気だと思う、普通に。あ、嘘って、あれよ、なんか女性関係問題の、なんか別に肉体関係とかはなくても、なんか女性関係とかで嘘ついて隠し事してたら普通に浮気だと思うけど、違うのかなどうみんなのじゃ彼女が、みんなの彼女がね、じゃあみんなの彼女がじゃあ、私、例えば私ね、うん みんなに、と、なんかまあ、連絡取らないとか約束をしてて、こう、取ってたりね。そうしてたら <laughs>、黙ってたら、浮気じゃなて、私、うん。ん土下座 <laughs> <laughs> <笑><笑>い。リ m a にする。DMA、まや、なんかまるで私がしたみたいなやめてよ。いや。 精神的に壊す <laughs>。ま、あ重罪よな。うん。例えば、というよりもっより付き合いだそうね。そうね。ごめんごめん。大丈夫よ。うん、新鮮味がなくなると浮気しちゃうよ、ね。おーみんなこいつを叩きのめせ <laughs> こいつを叩きのめせ新鮮味がなくこいつを叩きのめせつぶせつせ。 たたつを、いや、もうちょっとボコボコにして、新鮮味を味わわせてやるよ。じゃあ、バタバタって思ってるか今から新鮮味味わわせてやるから、そこに座るんだ。新鮮っていうか刺激的だね。葬式のし、ゃ情やめて生かすんだよ。殺さないで。殺さないで生かすんよ。 エディションちゃん、ありがとう、じゃバくみきみきを不安にさせないよ。わー好きー。好きー。怖いこと言い出した。いや、殺さないよ。<laughs> 生かす、生かせ、生かすんや。<laughs> 半殺しにする。<laughs> 久しぶりに半殺しい <laughs> いやー。 俺の彼女、みきちゃん。生きて苦しみを味、それ。それが一番。生きて苦しみを味合わせる。新鮮でしょって聞く、毎日。どう新鮮って。今日も新鮮って <laughs>。とりあえず、一軸じく。ね、やめて、なになか、 いやだ、な、読ま、せんの読ませんでよ。い <laughs> やいや、あんちゃん、ありがとう。お茶わかりがね、そんな読ませんでよ、ほんとに。<laughs> いやー、うん、うん、やばか。やーい、バカバカばか <laughs>。ああ、お茶飲もう。ああ、うま。お茶うま。 山書に椎茸、ごぼうにむくろゅなにそれラッキースタ、スタンプ、ほのぼの声優。え、なにそれえほのぼの声優対決募集中え君に6万円が当たるといいな。ありがとう。え、な、ま、にそれ猫行けえなにそれえ、声優募集中 おじゃ僕ありがとう。ありがとうね、メガネちゃん。えチャンスほのぼの声優対決対決ってことえいろんな声出せるよ。多分。いや、嘘かも。今なんかごめん、ネットから離れてほぼ自業で喋ってるけど。 チーム戦また、また出た。また、なれあい来た。なんでなれあいばっかなのえ、誰か私と組んでくれ、女の子でもて、でもて、でもて。誰か私と組んでくれ。く、組まないか私と。ドラゴ、Thank you!I love you, 猫ちゃん、Thank you! お茶湧くん。あ私女の子ですわよ。 募集今日まで終わったな終わったないやー友達作るいや私は一匹狼で生きる群れをなさない <laughs> 私は一人でできる 人間に、人、人間だと思い込んでいる。うん、<laughs> いやー、でもなんか群れてるのちょっと嫌だよ、私。うん。好きじゃないよ。まあ、ほんと仲いい子とかさ、友達とかは一緒にいたいけどさ、なんかいろんな人をこうさ、なんか、いろんな人がこんなバン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 、なんかこう、連れむのはなんか違うと思うね。 うん。オーガさんありがとうございます。お茶箱ありがとう。ありがとう。本当に、友達でいたい人と、特定の人とかね、一人二人選んで、やっぱ一緒にいたいですよね。うん。浅い関係は苦手、わかるわかるわかる。いや、量より質ですよ、完全に。 留年してるけどマジで学校今も気にしなくていい。そんなの。そう。自分でね。むしろ集中できてよくない学、勉強とか。ご飯とか。高校生の時、お弁当一人で食べたくて、みけちゃん、一緒にご飯食べようって言わても、私マジやば、やばすぎてたまに、あ、ごめん、なんか、電話かかってきちゃった。とか言って、高校の、めっちゃ綺麗な、 庭が緑だったんですよ。もうそこに行って一人食べてたっていう <laughs> ふ。ふ集団生活から解放されとると思って食べてた。はぁーっつって。うん。うわーって食べてました。最高だーっつってね。 お昼休みとかもね、しばらくそこにいた。うん。前も言ってた。<laughs> なもう何回も同じこと言っちゃう。<laughs> いやなんだろう、人、人付き合いが苦手なのかな。女の子と、女の子は群れること多いよね。あ なんかね、この間ね、ふラっと友達と手相に寄ったんですよ。そしたら私、なんか、女性なのに、何も喋ってないのに、おじさんから、君女の子なのに、男の子みたいだねって。<laughs> えー何がですかって言ったら、君、女の子と一緒にいるのつらいでしょって言われて。<laughs> あの、 こうあ、女性特有の話とか群れがすごく苦手だねって。いや、次手に出ちゃうのみたいな。手に出ちゃうんですかって,って。手は正直だよって言われて。<laughs> えー、すごいってなってた、うん。他にもいっぱい当てはまることあるけど、今ここじゃ言えないね。うん。言えない、言えないことをめっちゃ言われた。<laughs> いや びっくりしちゃってそう。え、その代わり一緒にいた子は、すごく穏やかだね、とか、な、めっちゃいいこと言われたの。穏や、穏やかだね、とか、もうなんかすごいパワーが強いね、とか言われたり。まあ私もなんか言われたけど、そう。もう一人で、一人で何でもできるって言われて、ね、そう。う道を切り開く、みたいなこと言われたんだけど。んと思って。なんか違うね、たもう私と違う。 違うねって感じ。<laughs> あ、あとあれまだってなんか、私の話を聞いてないだろうとか。なんかこう、またこいつ適当なことを言ってって思いながら聞いとるやろうとか言われて <laughs>。やめてくれ一応私は、あの、一人じゃな、一人、一人だったら何でも言ってくれていいけど、聞いてる人いるんや、みたいな。もう友達いる、いるんだから、ちょっと空気読んでと思って。 あ、でも、女の子の友達とかね、こう、いちいちで遊ぶのは大丈夫なんですけど、え、それが好き、それしか勝たん。なんか、いっぱいいっぱいの中の女の子、い、うんまりきつい。そう。ちょっとちょっとと思って。といちいちは大好き。いちいちは本当にね、本当に、もう、うぐだーってしてる。ノイズダメですね。 いちいち。いやすごかったな、あの人。うん。で、その子と私はすごく仲良しらしい。うん。片方がのんびりしてるから、のほほんとしてるから、私が、うる、うるせいから、喋んないけどね。<laughs> うん <coughs>。心の友。 陽キャ、陽キャだよ、その子。うん、<laughs> 無言でいられる、わかる。なんか人の話、でもね、私ね、人の話を聞くのが好きなんですよ。そう。こう、うんうんって聞,聞いてるのが好き。ねえ、私喋ってばっかり言うけど、配信で。<laughs> うん。うんうんって。 みんないっぱい聞いてくれるよね。本当はみんなの話たくさん聞きたいけど。うんうんって聞きたい。いマジ、そうなんだ、とか。ええー、大好き人の話聞くの。あ、マンド、Thank you!Thank you, thank you! ケーキだよ、ありがとう <laughs>、うん。聞くとね、なんか楽しいよね。 <laughs> 相手の人の、こう、いろいろね、自分で経験できないこととか、あるから。全ての話にオチを求めてしまう。この間、誰かが言ってた、なんだっけな。オチね、厳しいな。 いやあ、ああ、てんきゅう、ちゃばく。ココアちゃん。たくさん話されると信頼されてる感って好き。二つあるね。あ、さくらさん五百もありがとう。ランコ・ホール・グレンダー、てんきゅう。みけにゃん、do you like apple pie?I v e r y そうそうそう、I love you, アップルパイ <laughs> デリシャスデリシャスウテイさんありがとう。お茶僕。うベリーデリシャスだよ。うん。チェリー、チェリーパイも好き。なんか、よく海外で出てくる、る、ね、チェリーパイ食べたことないけど。あ、これあるわ。 コンビニのチェリーパイね食べたことあるけど、本場のが食べたことなくて食べたい。くそ、あれはね、うーん。あの、アップルパイのパイ生地がシナシナしてた。けど美味しかった。サクッとした。あー、ちょっと待って。アップルパイとかチェリーパイ作ろうかな。みんな聞いてよ、最近ね。料理の腕とね、お菓子の腕がね、復活しました。 完全復活しました。だからね。そう。え、この間ね、友達とね、LINE してってね。LINE <laughs> しててね。遊びたいねって話をしてたのよね。そしたらね、なんかね、その子がね、料理教え、ミッキー肉ちゃん料理教えてってね、言ったんだよね。かわいいんだよね。<laughs> まだそのことは遊べてないんですけど。うん。あまだ遊べてないんですけど。<laughs> お料理しながら一緒に遊びたいねって話したんだよね。聞いてるかわかんないけど。<laughs> そう。じゃあ遊びたいよね。お料理でも。多分、あ,いあの子の方がうちをするんじゃないかな。<laughs> わかんないけど。 いやー、で、本当に、あ、料理とお菓子の腕が、もう完全復,復活したんで、任せてください。ってっても、クソマスだったら泣ける。ダネさん、ありがとう。いちごはね、なんか、いちごがいっぱいあったから、とりあえず作った。うん。ダークマター。いつか食べたい。 料理配信をねが、料理配信ねー。料理配信ねー。したいんだけどねー。てたさんありがとう少ないですが、お料理大のありがとうございます。<laughs> ありがとう。ねえねえ。えあ、そのやさん。 あのさ、100万人いたら顔、マスクなしで顔出ししようと思うんですけど、YouTube。デブーブンさんありがとう。お嬉しい、っぱいあるよ。実はいっぱい撮ってやる。載せてないだけで。YouTube、100万人いたら、マスクなしで顔出ししようかな。って言ったら充電切れたの。って、この間思ってた。 やめたほうがいいよ。やめるか。いやなんかね、あんま顔出ししたくない。いや、めっちゃしてるんだけど。配信とかでするとさ、結構大変なんですよ。顔出し配信って。あ、お茶ばっかありがとね。ありがとうファー、ファドラさん。ありがとうおっとっとっと。ビューさん。ありがとう そうなんね。まあ。で、疲れるじゃん。顔出ししてると結構ね。肉体振動がやばいんですけど。それでね、ブスって言われて辛いんですよ。<laughs> 辛いから。だから。いや、でもなんだろう。その、私が顔出しなくなった理由はまあ、ニコ生で。次ブスって言ったらしないからねって言って言ったからしないだけであって。<laughs> あれなんですけど。でも、なんだろう。あ、いや、ニコ生は、なんかそういうノリなんだよね。なんかこう、えっと、なんか、おい、みたいな。おはい、おはよう、みたいな。挨拶、みたいな。<laughs> そう。まあ、ちょっと、まあね。 あの、私もちょっとその時、あの、な、なんだっけ反抗期でね。もう知らないとかなってたんですけど。<laughs> もう知らないってなったんですけど。おはよう。でもやばいよね。まだある意味ね、ニコ生のリスナーたちってね、コミュニック高いんですよ。陽キャなんですよね。一周回って。ヤンキーなの。だって、ヤンキーたち、ね、そんな感じじゃ、お、なんか、おはよう。ブースみたいで、もう挨拶したもんじゃん。 そう。言いたい放題。まあね。まあ言いたいことを言えるっていうのは、いいよね。すごく。ネットヤンキー。もうネットヤンキーにいじめられてる。<laughs> すごいいじめられてるよ、最近。ニコ生のノリ好きわかる好きなんかどっちも好きなんですよね。こうみんなの、うんうんって聞いてくれるのも好きだし、 よしよし、とか、なんか、みケちゃん好きだよ、とか、なんか、みケ猫ちゃん、会いたかったよ、とか、そういうのもすっごい好きなんだけど、おい、ブスも好きだし、うるせえ、とかも好きだし、なんか、どっちも好きなんですよね。な、なんだろう。言っちょいったそうだ、言っちょいったんですな。大好きだよ、ブス。ー <laughs> うん、好きかもしんない <laughs>。 好き。混ぜ、混ぜ、混ぜちゃう。混ぜ、本来混ぜんなよ、ほんとに。<laughs> あ、でも、ド M ではないよ。M ではないよ、私。多分、どっちかっていうと、う、うるせえの方だからね。あのー、なんだろう、う可愛いなって思っちゃうんですよ。あの、その、な、か、可愛いなって思ってしまう。 逆に、はいはい、よしよし、みたいな感じですね。<laughs> そうなんですよな。<laughs> でも難しいんだよね。周りがさ、なんかこう、ようぶスとか、なんか、ほら、黙っとれ、みたいな時優し、こ優しいさ、穏やかなあ、おぉ、猫箱ありがとね。ありがとう。優しい、ね、優しい系のリスナーさんたちが、なんだろう。 だから、そう、殴り合ってるのもそうなんですけど、優しい方々がね、あの、こういうこと言うのやめろよってなっちゃって、あの、もうお俺はいるのきついってなっちゃう、共存できるのかっていう。共存ってどうなんだろうっていう。まあまあ、抱っこしてよし、はいはい、よしよし、バブバブ。<laughs> 私なんかじゃねえしだよ、バブバブ。 うん。だか,なんか自分の世界を大切にしてほしい。なんか周りを見ずに、こう、共存を考えないでほしいんだよね。考えないで、そう。ほしいなって思う。まあ、それかね。うん。そうそうそう。ハンギャーすげえな、これ。髪合うやで。黒王子。ハンギャーっ バケモンじゃねえか。特命さんありがとう。300もありがとうね。うーん。ふ <laughs> ふ愛すぎちゃって結構残酷じゃない博愛ではないな。一匹でいるわ。かわいい。まあ、友達欲しかったら作るんやで。うん。えっと、こいつ、 まともなことたまには言えるのにな。<laughs> そう、そんな感じでね。そうそう。なんか、仲良くね。本人が気にしてなさそうな。ああ、なるほど。うん。なんか、私がイラッとすると大体わ、分かっちゃうかも、空気感で。黙っちゃうんだよね、私。<laughs> そう。 黙っちゃうん。なんか煽り返してる時とか、うるせえとか、これこれこうれさ、こうじゃとか言ってる時はね、なんか本当怒ってなくて、ふざけてるんだけど、本気で怒ってたりするってもう黙っちゃうんですよ。本当よくないと思ってて。わ <laughs> かりやすいから、うやばいっすよね。<laughs> いや、これは違うよ。あ、でもね、なんだろう。 まったりしてる時もそうなっちゃう。あこうまったりゲーム配信とかしてる時も、無言になっちゃうし、集中しすぎても無言になっちゃうから、えぇ、ー、むずいな、なんだろう。あ、そういう時は別に怒ってないからって言わない。どっちか、なんか静かな時で、あ、今は別にあの、怒ってないよっていう時は、ガチで怒ってないけど、本当に静かにしてる時に、 怒ってないよって言わなかったら怒ってる <laughs>。かなかも。いやこれから黙ってえ、絶対しないけど、うん。もし黙っちゃって、あって思ったら言うね。あのあ、今怒ってないからねって言ったらあ、あ、なんか違うよって言ったら本当に違うから。あ嘘つかんから。そう。違うよって言う。 圧で大体わかるやば。何圧って。私圧かけてる <laughs> みたいな。オーラ。空気のオーラ。喉大事。なんかね、なんか、喘息なんですよ、実は。そう。んふんむせてきていい やばい。みんな1時間19分も喋ってる <laughs> あ、匿名さんありがとう。どうかこれで赤いを残していただけませんかああなんで、名シップ用に残せることができ、あ合言葉で。じゃあね、みんな、今のね。いや、合言葉で残せたっけじゃあ今の匿名さん。いや、でも待って、アンチが。 流すんだよないや、待って、君ありが特命さ、うん。何が聞きたかったえ、もう一回話すよ。何が聞きたかった名祝は残すんですけど、大体はね。<laughs> えー、何話したっけあ、なんだ、Thank you, お会いにー、Thank you, おいにー。 名刺プレイでも残、残せないんですよね。ファンボックス。ファンボにもアンチ、え、いるのなんでえ、全然気づいてないんだけど。あ、ファンボックスで合い言葉ってことでも今の人入ってなかったら見れんよ あーあ、えあでも、ああ、なるほど。あ、えあんちいるの <laughs> あんちいるのええー、本当にだって、千、千五百円からだよ。千五百円も払って、こっちで。 あ、お礼で、あ、お礼で合言葉いいね。あ、でもそころ、あ、ね、絶対流さないでよ。<laughs> 絶対流さないでよ。あ、匿名さんにじゃあ行くわ。じゃあ分かった。合言葉で、えー、っと、明日まで。で。明日までで。はい。お礼で残しまし合言葉。残したくねえけど。アんち1万円超えそうでしょ。<laughs> これから、私、普通に自撮りとか、ボイス乗せようと思ってたのにアンチいるのなんでわかるのアンチいるって。ほんと ?BC さんおやすみありがとう。まあいっしょ、一緒。すごいな。そんな大金払ってるのなーにが目的だ。 えぇ、ー、すごいなぁ。えぇ、ー、<laughs> いや、思考回路が読めない <laughs>。全く読めない。え、すごいな。嫌いな人の払えるかないや、絶対嫌だな絶対嫌だね。ようさん うん。でも感謝だな、そのアンチのおかげで。ねありがてえ。ありがたくないけど。流出、そんなの訴えるよ <laughs>。訴えるよ、そんなの。それで、だってね、お金のが稼いだしさ、もう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 、犯罪ですからね。泥棒と一緒ですから。スノベさんありがとう。今来たあ赤いもありがとう川北さん。え ゆうとさんもありがとう。お茶箱500も、ありがとう。あとですね、みんなにお願いがあります。あの、あの、私の、私今、あれ、ツイッターのサブアカが、まああるんですけども、そちらに DM 開放していて、 なんか、あんまりにも個人連絡が多かったりすると、ちょっと、遅れなくするだけにはしちゃうかもしれないんですけど、まあ、ミキネコさん、ちょっとあの、なんだろう、うつ病で、うつうつしているときにね、ちょっと気分屋さんのところがあるので、はい、があるとしちゃいますけども、あの、もしも、私のなんかこう、 悪口みたいなの言ってる人動画とかじゃなく、アーカイブが残らないもので、そういうことを言ってる人。だから、あれ困るんですよ。なんか、動画、YouTube でこんなことありましたよ、みたいなのいらないし、精神的負担になるだけなので、ちょっとやめてほしくて。そう。で、その、なんだろう。例えば、えー、残らないもの。 ツイキャスだとかスペースだとか、録画がないもので、三毛猫っていう名前を出して、なんか悪口とかを言ってるボイスが欲しくてですね <laughs>。今、録音が欲しくて。はい。もしそれがある人いたら、あの、私に DM ください。お願いします。 ええと、そうですね。お願いします。<laughs> はい。いや、悪質とかじゃなく、まあ、はい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 。そうですね。よろしくお願いします。 でもそうですね。まあ、例えばまあ、例を挙げると、ミケネコは性格が悪いとか、ミケネコはバカだ、みたいな感じな、のが欲しいですね。はい。まあ、あ、まあ、これから先とか。まあ、これから、も早めに欲しいんですけどね。はい、お願いします。はい。<coughs> えー、っと、じゃあね、ちょっとあんま1時間半もやってしまった。やっぱね、 スマホ片手だとなんか喋ってしまいますね <laughs> あ。おつまくありがとう,おうあ,あ、いえいえ、聞けてよかった。えー、s-y-u-m-a-r-r-l さんもありがとうございました。ありがとう。え、性格が悪いとかはね、立派な誹謗中傷なので、はい。ありがとうございます。また 愛に急に来るかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。メガネさんもありがとう。あとはさん、ひろちゃん、しルうさん、ありがとうございました。では、今日はお礼で合言葉を送ります。でも1日経ったら、えっ、ー、と、録画は消えてしまいますし、無断転載は禁止なので、えー、約束してください。うん。